わっさはい、琵琶湖ガイドやっております、ニックネームなすびです。よろしくお願いします。11月の19日の日曜日もなすびガイドやっていきました。その前に昨日11月の18日の土曜日、もうなすびガイド予定だったんですけど、結構爆風予報で、まあ、大体爆風になれば南湖エリアで釣りをすることが可能なんですけど、南湖の、大津市をメインに天気予報を見ていても結構荒れ予報なので、昨日は中止にさせていただきました。N さん、ご理解いただきありがとうございました。ちょっと危険なので、小学校2年生のお子さんも来られるとの、ことでしたので、ちょっと安全第一で中止にさせていただきました。なかなかね、なすびガイド本当にやばかったら中止しますけど、大体が南湖とかではね、安全に成立がするんで、なかなか中止にはしないんですけど、昨日ばかりは結構予報がやばかったので、結果的に、出れたのかもしれないですけど、なすびガイド的には昨日は中止させていただきました。で、本日11月19日の日曜日、田島さん、静香さん、岡園さんに遊びに来ていただきました。いつもありがとうございます。今日は東側が爆風で西側が風が弱い、そんな予報だったので、で田島さんがめちゃめちゃ北行きたいとおっしゃるので、西岸の北湖西岸の風浦エリアをひたすら走りました。で朝走ってる時には、ちょっとうねりがあったんですけど、なんとか目的地まで行けて結構北上した西岸の風浦エリアのウィードエリアをまず最初やりました。水深3メートルから4メートルぐらいの、ウィードエッジですね。ウィードが生えているところと生えてないところの境目に魚が結構たくさんいたので、ブルフラット、5.8 のウェイテッドピアスとか、カバースキャット、サイコロラバー、ミドストをはじめとする、他園さんは巻物しかやらないんでスイムジグやっていただいたりとか、いろいろとやっていきました。で、一発目、ファーストフィッシュが他園さんで、スイムジグ、スイミングマスターかな、スイミングマスター2分の1オンスに、バラップスイマー 4.2 インチの、春によく使いそうな、スイムジグを使って一発ナイスフィッシュを、朝から釣られて、結構調子も良くなってきたんですけど、それからなかなかバイトが遠くて、で、ミドストじゃない坂又4インチを使った 1.8g のミドストじゃないミドストだったら数はね結構釣れるかなっていう、ただでかいのがなかなか混じらない、そんな状況でした。で、ある程度北上してやってたんですけど、全然、その後続かなかったので、南下していきました。南下して、北湖の南エリアとかでもやっていこうかなと思ったんですけど、その道中がめちゃめちゃ荒れてたんで、そのまま結構走ったんですけど、南湖まで戻りました。南湖まで戻って、で南湖、最近僕が釣ってるスポットがあって、南湖北エリアのウィードエッジエリア、基本的にウィードエッジエリアがメインですね。今年はウィードが多いので、水温も、15度16度ぐらいなんですけど、ゆっくりと水温が下がっていってるんですけど、ウィードエッジエリアではウィードが結構多くて魚もたくさんいるんで、そういうとこを南湖に入って、カバースキャット、サイコロラバーをメインでやっていただくと、田島さんのカバースキャットに55センチのビッグバスを釣ることができまして、で、また点々としてて、ウィードエッジエリアで静香さんが芋ケムシエラストマーのダウンショット、で、30ぐらいかな、レギュラーサイズのバスを釣っていただき、今日は終了となりました。結構ね、荒れてた一日だったんですけど、なんとか無事に終えれてよかったかなと思います。田島さん、静香さん、岡園さん、いつもありがとうございました。今日は全員安打ができてよかったです。はい、そんな感じの11月の19日のお話でした。明日もうなすびガイドなんですけど、明日も結構爆風予報なんですけど、明日は南湖でやっていこうかなと思っております。明日は Z さん、よろしくお願いします。はい、というわけで、11月19日のお話でした。なすびガイドは下の概要欄からぜひチェックよろしくお願いします。12月、募集しておりますので、お願いします。で、12月1日だけ土曜日キャンセルが出まして、空きが今ございますので、下の概要欄からぜひチェックよろしくお願いします。というわけで、いつも皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。おっす。